始まるよ。はい、今日はね、ちょっとこの100円ショップで買った和風千代紙に百人一首を書いてみましょう。いいのかな。どうやって書こうね。じゃあ、久方の春の日に沈む心なく花の あら、まあまあじゃない。ちょっとここ久かったのがちょっとおかしいかな。こうね、はい、これね、これも100円ショップでね買った筆ペン、200円でこんな楽しいことができました。じゃあもう一つ書きましょう。こっちにした方が良かったかな。まあこんな感じで。